インスタコード開発者のゆういちです。インスタコードは誰でも簡単に弾けるって言ってるんですけど、それどうしてかっていうのを説明します。インスタコードはこのようにギターみたいに弾く楽器なんですが、例えばインターネットでこういうコード譜無料で見ることができます。これをギターで弾こうと思うと A はこう、E はこうと、こんな感じで指使いを、ね、覚えて弾かなきゃいけません。インスタコードは覚えること一切必要ないです。これをクリックして四角く囲われているところをピッてやると数字に変換されます。これはどういうことかというと、インスタコード本体にあるこの数字なんですね。 1,2,3,4,5,6 なので、最初は1を選択したら Country road Take me go home to the 6 place。 こんな感じでもうコードのことはもう考えなくても数字を選ぶだけで弾けちゃうんです。コードって種類はいっぱいあるんですけども、基本は6つのコードでできてるんです。でもここにないコードもあるじゃんって思う方もいらっしゃると思います。それはここがミソなんですね。ここに A って書かれています。これが曲のキーを表しています。キーは12種類あるんですけども、言ってやるとこの曲のキーを判定してくれて四角く囲ってくれます。でこれを押すとこの数字に変わります。インスタコードもここにキーが書かれています。このキーをこのボタンを押すと変えることができます。今この画面のキーとこのキーを同じ A に合わせたら、この曲で使うコードがこのボタンに割り当てられたんですね。でキーってカラオケでも使えますよね。キーが高いとか低いとか。なのでこれ To the place I belong 高いなと思ったら下げちゃいましょう。シャープとフラットのボタンがあるんですけども、これを4つぐらい、2、3、4、4つ下げると音が低くなります。でも同じ数字を追っかけるだけで OK です。 Country road Take me home To the place I belong。 こんな感じで自分のキーに合わせて弾くこともできる、そんな楽器です。ただ指一本では弾けない曲もいっぱいあるので、その弾き方、ボタンの選び方を説明したいと思います。次はこちら、少年時代という曲です。インスタコーダイザーにはオートという機能があります。これをチェックしてページを読み込むと、なんと自動でキーも判定して数字に変えてくれます。ここでは A と書かれているのでキーを A にしましょう。今度は音色を変えてピアノにします。ピアノは6つの音が割り当てられます。一番下と上の3つを同時に押して弾いてみます。次、3とニョロっていうのが出てます。ここね、これ何かというと、ここの大きなボタンニョロという記号ですね。つまり3ニョロって書いてあるのは、3のボタンとスワップを同時に押してくださいという意味です。夏が過ぎ風あざみ誰の憧れにさまよ、こんな感じで数字を選ぶだけで弾くことができます。で、今まで無視していた7のことですね。これはセブンスコードと言います。セブンスコードはこのボタンを押さえると弾くことができます。この2をセブンスと一緒に押すとさまよう、さっきのセブンスなしの場合はセブンスがあるとちょっと響きがリッチになってるの分かりますかね。このようにセブンスボタン、カッコの中のボタンを押すとより原曲に忠実に少し豊かな響きにすることができます。さらに下に行ってみましょう。
夢が覚め。括弧の中に M7-5 って書いてあります。 M7-5 はどれかというとこのボタンです。マイナーセブンスフラットファイブと言います。数字の7、こことここを同時に押してくださいという意味です。夢がさ、次は3のスワップ、ね、3のスワップと括弧の7も一緒に押したいときはこのスワップとセブンス、これを同時に押します。間を押すと同時に押すことができます。夢が覚め夜の中、次は3のマイナーセブンスフラットファイブ、長い冬が窓を閉じて呼びかけたままで、夢はつまり、ここちょっとかっこよくしたいですよね。そしたらさっきのダンって単調なのじゃなくて、いろんな音を鳴らしてみましょう。でインスタコードにはこの音域よりもさらに上の音を鳴らすことができる機能があります。それがこのボタン、オクターブアップのボタンです。これをやると夢はつまり思い出の後先、こんな感じで弾くことができます。次はパプリカという曲で音コードと転調についてご説明します。パプリカのコード譜はこちらです。曲がりくねりはしゃいだ道、2つ目のコードに5月7日みたいに書いてありますね。これ他のサイトでは5音7と書かれたりします。これは音コードと呼びます。音コードというのはベースは7を弾いてコードは5を弾くという意味のコードです。これはインスタコードでは再現できません。なので基本的には左側の5を弾いてください。そうなんですが、ヒットモードでは無理やり音コードを再現することもできます。ヒットモードでは一番低い音がベース音、ルート音になるので、これが1、次に7のベースを鳴らして5を弾く、で次は6、こうすると、というコード進行になっている。まあ、インスタコードで弾けなくもないです。基本的には対応していないので左側を弾いてみてください。もし違和感があったら右側を弾くといい場合もあります。ギターにしてみます。曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる、夏が来る、この4、あな、次が5、たに、次は5音4なんですけど、ここで5の代わりに4を弾いてみましょう。あなたに会いたい、これでもちょっと気持ちよさそうですね。なのでここでは音コードの左じゃなくて右を弾くことにします。見つけたのは一番星、も晴れるかな。2のスワップパプリカ、次は3のスワップ花が咲いた、4とシャープとスワップだら、すごく難しいですよね。インスタコードは基本的に指2本で弾けるはずの楽器なんですけども、すごく難しい部分があります。これはなぜかというと転調といって途中でキーが変わっているからなんですね。そこで、
別のシステムがあります。この 2ICN、これはブックマークからピッと呼び出すだけで数字に変換してくれます。で、ここにキーを表示してくれます。2ICN はスマートフォンにも対応しています。2ICN で見ると、転調しているところに色がつくので、転調していることが一目でわかります。ただ 2ICN で、じゃあここのキーは何かなと探すのは、ここに上がってキーを変えて一つずつ調べるしかありません。そこでおすすめなのがコードウィキというサイトです。コードウィキはユーザーがコード譜を投稿できるサイトなんですけども、転調の情報が書かれていることがあります。パプリカを検索してみると、これですね。コード譜が表示されます。で、ここに 2ICN をピッてやると、オリジナルキーは A と表示されるんですけども、この楽譜の中にもキー A と書かれています。で、ここでキーが F シャープ、マイナス3だよというふうに書いてくれます。これはどういう意味かっていうと、さっきやったように、最初は A で弾いてます。明日も晴れるかな。その後、マイナス3、シャープではなくてフラット、マイナスを3回押して F シャープでパプリカ花が咲いたらというふうに転調の部分も説明してくれる、それがコードウィキと 2ICN の組み合わせです。最後に各サイトの特徴を少しご説明します。インターネットで例えば少年時代コードと調べると、このユーフレットというサイト、他には楽器 .me や J-Total Music コードウィキなどがあります。ユーフレットを開くと広告が出てきます。広告はこのペケ印などで消すことができます。皆さんの興味に従って広告が出てくるので、興味のある広告はクリックしてください。コードオフサイトは広告収入から著作権料を支払っているので、皆さんの広告のクリックが著作者にも還元されます。今回はペケ。そしてこの動画も出てくるので、動画も消すと見やすいです。 U フレットを最初に開いたときはこのようにギターの指使いが表示されます。これはインスタコードを弾くときは邪魔なので、押さえ方、これをオフにします。あと簡単弾きというのも、これも簡単で良さそうだなと思うんですけども、これはオフにしてください。コード名を、表示するときに不都合が生じるので、ここはオフでお願いします。そうするとすっきりします。ここで 2ICN をポンと押すと、このように数字に変換してくれます。もう一つ U フレットの面白いのは、この動画プラスという機能です。動画プラスを押すと YouTube の動画に合わせて弾くことができます。 2ICN をピッとやると数字に変わります。ちょっと著作権の関係もあるので音は流せませんけども、ここで動画が流れていて1251で、夏が過ぎ風あざみ、誰の憧れにさまようと、井上陽水さんが動画で歌っているのに合わせて、原曲に合わせてゲームのように数字を選んで弾くことができます。ちなみに U フレットに初心者向け簡単コードというのがあるんですけども、これは別に選ぶ必要はありません。インスタコードで省略して弾けばそれが簡単コードになるので、あえてこれを選ぶ必要はないです。最後はアルティメットギターというサイトです。アルティメットギターはインスタコーダイザーだけ対応しています。海外の曲を弾きたいときは、カタカナでコードではなくて英語でコーズと検索すると出てきます。Take me home、これカントリーロードですね。Take me home、コーズと入れると U フレットも出てきますし、アルティメットギターも出てきます。アルティメットギターを開くとこんな感じです。最初にギターの指使いが表示されて、よいしょ。コードが表示されます。インスタコーダイザーをピッとやると G です。これで変換できます。ちなみにアルティメットギターはここにカポという表示が
出てくることが、あります。これはギターをね、知ってる人はわかると思うんですけども、 G のキーで弾くんだけどカポを2のところに置いてくださいねという意味です。インスタコードではカポを再現することができます。カポはこのボタン、メニューボタンをここでメニューを開いて右左を押すことでカポをつけることができます。キーは G、 そしてカポが1、2、ちょっと小さいんですけどもプラス2と表示されています。これで、まあ、A のキーと同じなんですけども、 Almost Heaven West Virginia Blue Ridge Mountains Shenandoah River 数字で弾くことができます。そして先ほども説明したようにコードウィキは 2ICN で変換した場合に転調を示してくれる場合がある。そしてコードウィキはユーザーが投稿できるサイトなので、もしコードが間違ってるとかキーが間違ってるという時には、分かっている方がね、書いて直すこともできます。なので転調をしてるはずなんだけどこれ転調書いてないなっていう曲見つけたら、インスタコードのフォーラムなんかでね、質問してもらうと誰かが直してくれるかもしれません。この動画ではこのボタンの選び方を主にご説明しましたけども、こっちの弾き方もね、いろんな表現ができるので、それはホームページを見て練習してみてください。以上、インスタコードはどうして簡単なの？という動画でした。